女子プロゴルフツアーヤマハレディース第1日、28日、静岡、葛城 GC 山梨イコール6455ヤード、パー72。前週のアクサレディス宮崎でツアー初優勝を挙げた、レイチェル、こと薄井麗華、フリーは第1ラウンドを5オーバーの77でホールアウトした。インスタートのこの日、イーブンパーで8番パー4を迎えたがまさかの、プラス6を叩き、一気に失速した。8番ではティーショットが強風に流され、右林に入った。第2打を後ろに打つも木の根元に落ち、再び難しい状況に。さらにアンプレアブルを宣言するなどし、7打ち目はバンカーの顎付近に落ちて寄せきれず。8オン2パットで、プラス6とした。最終9番をバーディーとしたが、5オーバーと出遅れて初日を終えた。調子は悪くなかったので、と8番さえなければ1アンダーだっただけに悔しさは大きい。明日は予選、カットもあるので伸ばさないと。29日は午前中が雨天予報で、よりコースが難しくなることが予想されるが、ビッグスコアを狙う。